冷蔵庫で冷やした缶ビールをそのまま飲むのも美味しいですが、ビールジョッキに注ぐとその味わいはまた格別です。ビールジョッキはたくさん種類があり、いざ選ぼうと思っても大きさや素材の違いで味わいにどのような変化が生まれるのかといった特徴がわからない人も多いでしょう。そこで今回はおすすめのビールジョッキの人気ランキングや選び方のポイントを説明します。リストの最初の製品はダブルオールグラスモーニングプレス二重構造で保冷力のあるビールジョッキです。内部に注いだビールはビールグラスのような輪郭になっており、おしゃれなデザイン。また、耐熱グラスなのでビールに限らずホットティーを入れることもでき、使い道は幅広いです。一つ持っておくと重宝するビールジョッキです。リストの2番目の製品は一万ふる焼きビールジョッキ、備前金斎3等。珍しい陶器製のビールジョッキ。三重県四日市市の陶磁器である一万ふる焼きで、表面の凹凸によってクリーミーな泡を作ることができます。陶器ならではのザラザラした質感や温かみが、いつものビールをちょっと特別なものに変えてれます。440ml の中ジョッキなので、使い勝手の良さも申し分ありません。次の製品は、コパー100ビアーマグ新興金属。やや小ぶりで背が低く可愛らしい銅製のビールジョッキなので、おしゃれな雰囲気の食卓にもぴったりです。なお、本体が熱伝導率の高い薄い銅でできていることで、ビールジョッキを口につけた瞬間から、冷たさが伝わるのもポイントですし、繊細な香りを楽しむタイプのビールとも、好相性。小さいサイズのビールジョッキを、お探しの方にもおすすめな商品です。リストの次の製品は、真空断熱ジョッキパール金属。本体が二重構造となっていて内部は、真空断熱なので保冷性に優れています。また、温かい飲み物を注ぐこともできるので、これでビールを飲んだ後にさっと洗ってから、焼酎のお湯割りを飲むといった楽しみ方もできます。なお、二重構造で結露しづらいため、結露でテーブルやコースターが濡れるのを防ぎます。次の製品は、木製ビールジョッキ系ガムゼ。ビールジョッキには、珍しい木製です。食卓に馴染み、おしゃれな晩酌を演出してくれることでしょう。240ml の小ジョッキなので、ゆっくりとビールを楽しみたい方におすすめ。シンプルで温かみのあるデザインなので、ビールに限らず、ハイボールやカクテルなど、どんなお酒を入れても良さそうですね。次の製品は、真空ジョッキスタンレー。スタンレーによる 700ml 大ジョッキ。ビールジョッキらしからぬ、グリーンのボディがおしゃれです。ステンレス製で真空断熱構造になっているため保冷、保温力は抜群。容量が 700ml と大きめなので 500ml の缶ビールも1回で注げます。さらに耐久性が高いため、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍してくれます。デザイン性だけでなく、機能性も抜群のビールジョッキです。次の製品はビールジョッキアデリア。ビールジョッキといえば、これというべき、居酒屋や飲食店もよく見かける、取っ手付きの分厚いガラス製ビールジョッキです。容量も 700ml と十分なため、たっぷりとビールを飲みたい人にもぴったりです。なお、700ml だと 500ml のロング缶でもスペースができると感じるかもしれませんが、たっぷり泡を作ると、ビールジョッキとぴったりの量になります。500ml 缶で晩酌されている方におすすめです。次の製品は、ドイツビールジョッキヘントーントーンさん。分厚く、丈夫なドイツビールジョッキ。最大の特徴は 1000ml もの容量にあり、中ジョッキの約2倍ほどのビールを注ぐことができます。日本でも、定期的に開催される、ドイツの祭典。オクトーバーフェストに出てくるような特大ジョッキビールを自宅でも再現できます。ご自身用にはもちろん、ビール好きな方に送っても喜ばれる特大ジョッキです。
次の製品は、中ジョッキドライアサヒ。ビールメーカーのロゴがプリントされています。直線的でスッキリとしたデザインとなっていて、切れ味の良い味わいが魅力のスーパードライを注ぐには、ぴったりと言えるかもしれません。なお、容量が 435ml なので 350ml 缶を注ぐときは、泡とビールの割合を3対7程度にするのに、ぴったりです。居酒屋気分をご自宅でも味わえるビールジョッキです。リストの次の製品は、メールビールグラス BB ブラスト。テンプレートによるお祝いの言葉や、送る相手の内定ができるので、世界でたった一つのビールジョッキを作ることができます。なお、テンプレートの種類も豊富なので、還暦祝いや、誕生日祝い、クリスマスに、大会の記念品など様々なシーンで、プレゼントとして選ぶことができるのもポイントです。プレゼント用に考えている方におすすめです。リストの次の製品は、フリージングタンブラー同志社。内部に、保冷剤と、真空断熱を持つ三層構造なので、こちらのジョッキを冷凍庫で冷やした後にビールを注ぐと、氷点下までビールを冷やすことができます。冷蔵庫に入れておいたビールであれば、約1分で、氷点下に、とにかく冷たいビールが好きといった方や、新しい飲み心地を求めている方は試してみてはいかがでしょうか。次の製品は一番絞り、プライベートジョッキキリン。キリン一番絞りのロゴが大きくプリントされていて、飲食店のような雰囲気を味わうことができます。また、容量も 400ml で、350ml 缶を注ぐのに、ちょうど良いサイズに設計されています。なお、シルエットは直線的ではなく柔らかい曲線を描いているなど、デザインにも工夫が見られます。次の製品は、マイゼロ、レイ、ジョッキユテカ産業。本体が二重構造になっているので、グラスをあらかじめ冷凍庫で冷やしておくと、蓄冷液の効果によってビールを注ぐだけで、キンキンに冷えた。摂氏0度のビールを楽しめます。また、口に当たる部分がガラスなので飲み口の良さもポイントです。あらかじめこのグラスを冷凍しておけば、買ってきたばかりのビールでもすぐに冷たく飲めます。次の製品は、アルコール摂氏適量目盛り付けビールグラス3アート。こちらのグラスは、色鮮やかな絵柄が描かれていますが、絵柄はよく見てみると、ビールをはじめ、ウィスキーやワインなど様々なお酒の1日あたりの適正摂取量メモリになっています。ついつい飲みすぎてしまうというお酒好きの人でもこれならば、飲みすぎや二日酔いを防げるかもしれません。面白、アイテムとして、パーティーの景品にもおすすめです。リストの次の製品は、黒ラベル中ジョッキ札幌、晩酌は決まって札幌黒ラベル。という方におすすめなビールジョッキです。おなじみのロゴがワンポイント。450ml の中ジョッキで程よい重みもあり、グビグビと飲むにはうってつけな商品です。札幌黒ラベルが好きな方にプレゼントとして送っても喜ばれるはずですよ。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。